町に火を放つだ。長州の奴ら頭のネジが緩んでるんじゃねえの。天使様を誘拐するってことだろ。そんなとか言ってるくせにやることはめちゃくちゃだよな。何にしろ見過ごせるものではない。ああ奴らの会合は今夜行われる可能性が高い。お前たちも出動準備を整えておけ。動ける大使が足りていない。局長の隊は10名で動くそうだ。俺らの隊は24人だったか。そういえばあいつらは使わないのか。夜の任務だしうってつけだと思うんだが。しばらく実戦から遠ざけるらしい。血に触れるたび俺たちの指示も聞かずに狂われてはたまらん。隊を二手に分ける。池田屋方面は俺が、四国屋方面はトシ、お前に頼む。分かった。新選組出陣いたす。おう。もちろん名目上のことですが、私は局長から屯所の守護を仕切るよう仰せつかりました。非常時には適宜私から指示を出します。三男総長、奴らの会合場所が池田屋と判明いたしました。ああ、それは困りましたね。新選組は意外と賭け事に弱いのかもしれません。山崎君、一つ面倒を頼まれてくれますか。こっちが当たりか。まさか長州藩邸のすぐ裏で会合とはな。僕は最初からこっちだと思ってたけど、奴らは今までも頻繁に池田屋を使ってたし。どうだった千鶴、会津藩とか諸子台の役人まだ来てなかった。この辺りには誰もいないみたいです。日暮れ頃にはとっくに連絡したってのに、まだ動いてないとか何やってんだよ。しかしさすがにこれはちょっと遅すぎるな。近藤さん、どうします。これでみすみす逃がしちゃったら無様ですよ。これ以上は待てん。総司、長倉君、東堂君、俺についてきてくれ。会津中将をわずかに浪士隊、新選組、戦議のため宿内を改める。御用改めでやる。手向かいすれば容赦なく切り捨てる。副長、斉藤です。雪村を連れてまいりました。入れ。父が伏見にいたって本当ですか。真偽は定かじゃねえが、本人かどうかは娘のお前に確かめてもらうのが一番だと思ってな。父によく似た人というのは一体どこに。伏見にある寺田屋って宿だ。これから斉藤に確かめに行ってもらう。斉藤さんに。だが高堂さんがまだそこに留まってるとは限らねえだろう。ああ、伏見にいたってことは今日の街中をうろついてる可能性もある。その通りだ。だから原田と新八、それから平助の巡察にこいつを同行させて高堂さんを探してもらってもいい。俺たち全員で。いつもは手分けして順番に見回りしてるのに。言いたいことは分かりましたけど、この子の重りを僕たちに任せっぱなしってのは気に入らないな。
今日確か土方さんも外出する予定が入ってましたよね。今後のためにも可愛い小姓を同行させて、いろいろ勉強させたらどうですか。何を言ってやがる。こいつが俺の小姓っつうのはお前が勝手に言ってただけだろうが。でも他の大使たちは完全にそう信じ込んでるみたいですよ。嘘から出た誠なんて言葉もありますし、相応の仕事をさせた方がいいんじゃないですか。ま、今の今日は物騒だし、無理に出かける必要はねえと思うぜ。俺たちも一応高堂さんの顔はわかるんだしな。組長の命により貴様を豚所まで連行する。老子どもを手助けしたことを連れ帰って口を割らせてやる。そんなあの、何をする、離さぬか。うるせえぞ。今からもっと痛い目に合わせてやるからな。手伝ってくれてありがとうよ。助かったぜ。気づいたか。さほど鈍いというわけでもないようだな。あんたの相手は僕だよね。この子には手を出さないでくれるかな。俺らには理由があるんだっての。長州の奴らを見逃すわけには。俺とて騒ぎを起こすつもりはない。この場はあんたたちと目的を同じくしているはずだ。小手先でごまかすなんざ、戦士としても男としても二流だろ。てめえふざけんなよ。だんだら模様か。その羽織、新選組だな。忠臣蔵の真似事とは相変わらず野暮な風体をしている。お前が池田屋で掃除を倒したやつか。大した凄腕らしいが、随分と安い挑発をするじゃねえか。腕だけは確かな百姓集団と聞いていたが、この有様を見るにそれも作り話だったようだな。どうして君が必死になるんですか。私のことなんか放っておいてください。副長の命だ。君はこのまま俺が豚所まで連れていく。奴らの狙いは君です。この部屋でじっとしていてください。新選組2番組組長長倉新八、ここにありだ。頼む、いつか私を恨んでいい。だが雪村君を守ってやってくれ。何があってもてめえの信念だけは曲げねえ。どんな時でも絶対に後退はしねえ。俺たちはそれだけを武器にここまでやってきた。まがいものだろうが何だろうが、貫きゃ誠になるはずだ。心に刻む。